はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。2021年2月3日本日より立春に入ります。そして今日から1週間の滝行になります。つい先週3週間の滝行終わったばっかりなんですけども、なんか48歳を境にどうやらそっちのモードが濃くなった気がするんですよね。ですので福岡にいる間は何かしらそういう滝行とか精神修行をずっとしてるんじゃないかなと思います。まあ、これまでもね年間100日という形でやってたわけですけども、なんかもっといろいろねやらないと体が落ち着かなくなってきたっていうのが正直なところなんです。で、まあ今日からですね7日間いろいろやりましょうという呼びかけをしたところです。ところでですね、こっちの地域なんですけども、中川市っていうところ僕は住んでる、まあ、もうちょっと向こうに住んでるんですけども、ここはですね歩いてて分かったんですけども、非常にね古事記とか日本書紀にすごく縁の深いところでしてですね、バックにあるのはですね神宮皇后がこちらに農業用水を引くときにですねこの石の上に立って呼びかけたっていうなんか伝説があるみたいなんですね。でこの後ろにある水路が中川って向こうにあるんですけども、そこから農業用水を引いて、まあ、この田園をですね豊かにしたっていう話のようです。で神宮皇后は、旦那さんが中愛天皇で、そのお父さんが大和尊ですね。で大和尊は、大和から熊襲の方とかってですね、まあ、日本をその成敗したっていう制圧したっていうんですかね、まあ、古代のヒーローです。で神宮皇后も同じくですね天照大神からお告げを受けて、で朝鮮の方に遠征して、そしてまあ中国との朝貢を約束したというですね、まあ、古代のヒーローなわけです。で大和尊はですね草薙の剣っていうのを持って活躍したわけですけども、草薙の剣っていうのはスサノオが大和のオロチを成敗した時に出てきた剣ですよね。でスサノオのお姉さんが天照大神だり、お父さんがイザナギっていうことになるんですけども、向こうにバーって行ったらですねそのイザナギが黄泉の国から帰ってきて、みそぎをして住吉の三神を、まあ、下ろしたという、まあ、そういった元の神社さん、荒人神社ってあるんですけども、まあ、あるわけなんですよね。でそういった意味でですねここはもう結構日本の神話の好きな人にはたまんないんじゃないかなという場所だっていうことはつい最近いろいろと歩いてて分かったことなんです。ですんでこの横に流れる水路もですね1600年前に神宮皇后が引いたっていう話 で今ももちろん使われてるわけですし、で綺麗な水なんで夏場は子供たちが結構泳いだりしてるらしいですね。いい環境です、すごく。でホタルはね最近あんまり見かけないと思いますけども、その昔は結構いたんじゃないかなと思います。はい、僕の近所なんですが非常に豊かな地域ですよね。そして今日立春の話なんですけども、最初に申し上げておきますけども、もう今日これを見た瞬間からですね爆上がりですからまあいつもそういうこと言ってますけどね、だって僕いつもそういうモードなんだもんね。で一粒万倍日っていうことで、さらに運のいい日であるんです。でも一方でですね、まあ、コメント欄で僕実は初めて知ったんですけども、不成就日ってあるんですかね、成就しない日っていうのがあって、で結構あるらしいんですよねその日。すいません僕全然知らなかったです。というか知らなかったっていうことは知らなくても全然問題ないんだっていう日なんですよね。で調べてみたんですよ、不成就日ってのあって、でそこと一粒万倍日が重なるとその効力がなんだか半減するとかなんとかそって言われてるわけでしょ。へーそうなんだと思って、でもちろんですね一粒万倍日とかあとは大安とか仏滅とかですね、まあ、そういったのも一つの迷信に過ぎないですし、あまりそれに縛られて生きるのもね息苦しいと思うわけです。けど僕はね楽しいことは信じていいかなとずっと思ってます。で一方で不成就日なんてのはよくよく調べたら諏訪大社の宮司さんがなんか適当に作った、適当かどうか分かりませんけどね、何か論理があったのかもしれません。でもほとんど知られてないでしょ。じゃあカレンジャーにね大安とか仏滅とかさ友引きとかいっぱい書いてると思いますけども、不成就日が書いてるカレンダー僕見たことないんですよね。で見ていたらこれなんだろうって調べてたと思うんですよ。あそしてこんなのがあるんだと、まあ、何らかの注意喚起なりしてたかどうか分かりませんけどね、まあしてないかな。でも恥ずかしながらですねコメント欄で初めて知ったわけですよね。ということは僕の頭の中お分かりでしょうか、余計な情報とかネガティブな話っていうのが入ってこなくなっちゃってるわけですよ。だからコメントいただいたんで、あそうなんだありがたいなと思って、まあ、調べてみたわけですけども、まあもちろんそのコメントをした方もですね僕それに対するコメントの返信したら、いやそういうね Q さんの言葉聞きたかったんですっていうね
再返信いただいてましたけれども、まあ、そうなんですよね、まあ、要は全然関係ないわけですよ。どっかの神社の人がなんとなく作って、しかもほとんど知られてないわけ で、一時期だけそういうことをね言われてたっていうのはあったみたいですけども、でなんか年間結構あるみたいですね、その成就しない日って。で成就しない日ってなんだって話ですね。じゃあそれが本当であれば何もできないわけですよ。でそういうことをいちいち調べて物事をやってる人って多分少ないと思いますしね。で僕は逆にそういうネガティブな日っていうのはあんまりよく知らないんですけども、ポジティブな日ですね、多分一粒万倍とか天赦日とかですね、まあ、立春とか、春節とかですね、それ大好きなんで、いちいちそういうことでよし今日テンション上げていこうというふうになるわけですよ。もちろん僕毎日テンション上げていくんだけども、毎日上げるとね結構ね疲れるから、あじゃあまあ月に何回かぐらいテンション上げる日があっていいかなと。まあ僕はまあ常時テンション高めで生きてるわけですけどね、まあそれはそれとしてですね、そうだからあんまりねもう気にする必要ないというか、ただ僕はですねさらにその先のですね理屈っていうのは実はあるわけですよ。例えばですね、仏滅はあんまり結婚式あげない方がいいって言われてるらしいんですね。で僕が結婚式したのがもう2007年で、それがどういう日だったかと覚えてないんですけども、でまああの縁起の日ですね、暦上の縁起の日、日を選んで多分式挙げると思うんですね。じゃあその縁起の日、日で結婚された人は結構世の中に何万何千とね、何百万といると思うんですけれども、その中で離婚した人ってどれぐらいいるんですかね。いやもちろん離婚が悪いとは言いませんよ。でもやっぱり結婚する瞬間にね、もう私たちは離婚しますって言って結婚する人いなくって、一応誓いの言葉的にもですね、もう人生を添い遂げるみたいなこと言うわけでしょ。神様の前でこうやって宣言するわけじゃないですか。じゃあそうやって宣言したんだけども、しかも縁起の日を選んでですね、皆様から祝福されて、でもやっぱり今ね3人に1人とかね、3組に1人、4組に1人ぐらいはね離婚されるわけで、じゃあそれが例外ってレアケースかって全然そんなことないわけですよ。欧米なんかもっと多いわけでしょ、半数ぐらいそうするわけでしょ。でもそれはそれでまあ自然の成り行きであってね、人生のステージとか波動が変わったらそういうことあるんだなというふうに思うわけですよ。まあ悪いことはないんです。だけれども、まあじゃあ結婚今からしますっていう人がそういうことを思ってやってる方はそうでもないっていうことですね。じゃあ仏滅に結婚式挙げた人はどうかって、もうそれも分かりませんけども、じゃあそこで仏滅の人ですね、その対案の日で調べてみて、どちらが離婚数とか割合とか幸せの割合が多いか少ないかっていうのはもちろん調べようのないことですけども、結局調べようのないことっていうことはあんまり関係ないってことですね。で一つ言えることはですね、仏滅の日に結婚式挙げると安いということなんですよ。つまり需要と供給の話で、皆さん縁起のいい日を選んで式を挙げられますよね。で一般的に縁起が悪い仏滅みたいなところですね、日は避けられるわけでしょ。で需要と供給の問題でですね、あまり需要がない日に選ぶと安くなるというのはもう経済原則ですので、まあ、当然の話なわけです。ということは縁起の悪い日とか不成就日みたいなとかですね、あとその他もろもろこの日は避けようみたいな話とか方向とあるわけじゃないですか。であの前回も話した通りですね、今日ですね、吉とか凶の凶で、凶というおみくじこそがですねめちゃくちゃ縁起がいいんだっていう逆張りっていうのが、実はこのスピリチュアル界隈では割と共有されてる話なんですね。4とか9っていうのは死とか苦労を連想させるからあまり良くないと言われてるわけですけども、でも本当は良くなる良くなるとこですね、子宮とかもう非常にいい数字なわけですよ。ですねこの世の中ですね、結構逆張りっていうのがあるんですよ。本当はめちゃくちゃパワフルでめちゃくちゃ縁起がいいんだけども、わざと縁起が悪いと見せかけて封印してあまり人が寄りつかないようにしてるっていうですね、逆張りの原則っていうのは実はあるんですよね。まあ、そうなんですよ。ですのでじゃあ今日が不成就日だとしましょう。もちろんそんなことは全然関係ないんだけれども、でもしそこに僕なりの逆張り理論を載せるんだれば、今日めちゃくちゃ縁起いい日なんですよ。つまり今日こそ何かを始めるにふさわしい日じゃないでしょうか。実際ネットでいろいろ見てみるとですね、一粒万倍日なんだけども不成就日が重なってるから一粒万倍日の効力が少ないとね書いてる人いました。でも僕みたいな話をする人っていないわけですよ。こういう日だからこそ逆張りで、つまり本当のエネルギーが隠されてるんだっていう、この理屈はあながち間違ってないというふうに思います。世の中ってそういうふうになってるわけですよ。世の中のですね秘宝とかですね
非常にあの宝物とかですね、そういうものを隠すためにわざとそこの地域に寄せ付けないような恐ろしいエピソードを流したりっていうのはね、実際あるわけですよ。ちょっと具体的にね、それがどこかっていうのは、あ、こっち行き止まりだった、何度か測ったら、それあるわけですよ。なので例えばおみくじで今日を引いたかったらですね、めちゃくちゃラッキーだし、もちろん大吉もいいですよ。で、あ、今日縁起が悪い人がですね、なんか不吉なことがあるって言ったらですね、そこに本当のハッピーが埋められてると、僕はそういうふうに考えてしまいます。ただですね、あの統計学はちょっとあるのかなというふうに思うんですよね。ただ三名学とか占星術とかですね、まあ、そういうのは多少統計学っていうのは数学というか学問ですからね、科学ですから、そこはあるかなと思うんですけども、でも一般的に誰かがこう言ったみたいな話っていうのは結構そこに秘密が隠されたりするわけですよね。まさに仏滅とか不浄時期とか、本当その通りです。ワンワン吠えてる人がいますというわけで、今日は最強パワーということですので、逆張りの最強パワーです。スピリチュアルの皆さんが今日は避けようというふうに言ってる人多いと思います。そうやって一般大衆が流されていくわけです。だけども本当の情報をつかむ人は常に逆張りの発想ができる人なんです。僕は結構逆張りで生きています。今流行ってないやつを無理やりやっていたりとかですね、今自分の運気が落ちてるだからこそ頑張ったりとか、そういうこと結構やってます。だってみんながやらないんだもん、やらなきゃ損だよねと。緊急事態宣言、今日発令されたんですか。まあ仕方がないですよね。500人になるまでは解除しないと言ってて、でここでいざね解除しちゃったらまたわーわー言われますんで、結局政治っていうのは民意のね現れでしかありません。ですので最近ね、民主主義会議論っていうのが結構あるみたいで、もちろん僕は民主主義っていうのは我々が生きる上で比較的マシな制度だと思いますけれども、ただやっぱり独裁国家でうまくいったシンガポールみたいな国もありますし、やっぱり中国だとですね、まあ、ああいう人権無視みたいなことあるんだけども、やっぱり中央が思いっきり権力を発揮してですね、で経済を成長させてるっていう事実もあるわけですよ。だから良し悪しなんですね。比較的いいといえば民主主義の方がいいんだけども、民主主義も欠陥がありますよっていうのはまた事実です。まあ、そういった意味で今回は民主主義のルールにのっとって緊急事態宣言を延長するんでしょうけども、多分1ヶ月って言わずに 2,3 週間で解除されるんじゃないかなと思います。俺たちもう頑張ったんだからね、もう数字も減ってるじゃん、前倒しして解除しますよと言ったらなんとなくみんな気分いいじゃないですか。なんとなく決められた日だからって言えば、これ去年の6月7月も確かそうだったですよね。まあというわけで僕はあの緊急事態宣言は延長されましたけれども、普通に大阪、名古屋、熱海のセミナーしますので、まあ、気になる方は別にキャンセルされてもいいですし、申し込みをやめてもいいと思います。でも来られたら来られたで、人数少ない中で何か素晴らしい宝物が手にできるかもしれないということはなんとなく伝えておきたいと思います。隣が中川なんですよ。中川ね、はい、これ向こう行ったらあの博多湾なんです。で博多湾の向こう行ったら朝鮮半島で、昔はですね水俣という日本政府が朝鮮半島の先っぽにあったわけです。で中川の名っていうのは名の国という言い方があるようにですね、昔王国があったわけですね。で雨の実中主様っていう古事記に最初出てくる神様もですね、実はあの実雨の実中主の中はなかったここだっていう話もね言う人います。まあ、もちろんそれは何の根拠もないことですけども、結構音韻とかですね言葉っていうのは割と
意味があったりするんですね。まああながちそうかもしれないなと思ったりするところです。というわけで今日最高の日です。楽しくいきましょう。1週間要します。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。